目です。太郎です。2日目 Day2 アリゾナキャンプ地回っております。大丈夫ですか？2日目はちょっと2日目ですけど大丈夫です。飲みすぎだから。すいません、テキーラ行きすぎだから。テキーラ行っちゃいました、アリゾナで。今からドジャースのキャンプを見に行くと。有名な日本人は、有名な日本人はまあマイケン。僕の一番の目的はやっぱりメジャー最強左腕カーショー。カーショーをちょっと見たくて、近くで。まあ知らないけど。知らん。じゃあドジャースここへ買いましょう。はい、ゴー。カリフォルニアと風景が様子が違うね。違う、空の色が違う。今日のアリゾナは非常に天気がよろしいです。寒くもなく暑くもなく。さあ、ドジャースの練習場に来ました。はい、みんな青ばっか着てる。すごいね、エンジェルスファン。エンジェルスファン。この後ろにいる人は有名人なのかな？知らん。エンジェルスファンよ。知らん。キャロスのルールドワイ。アリゾナのスポーツカードショップ見つけてしまった。カード高く売り買いできるとこ？そう、アッパーデックとか、はいはいはい、プロ野球チップスカードを売り買いしてる。のアメリカバージョン。買おう買おう。行こう。行こう。この辺りのサインバットあれ。うん、はあ、もう売られてるわけね。早いね。バットが375。昨日いたマイクトラウトが195のマイクトラウト。昨日はじめちゃんがユニフォーム着てたやつ。じゃあ結構金になるよね。そうやな、サインもらって売りにくれたのいっぱいおるんじゃない。おー、いや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 、アパポーズや。$375や。はぁ、ただじゃん、売ろ。売らん。売るわけないやん。取れ高がないんよ。うん、取れ高、取れ高がない。売ろ。売らんよ。何やるんや。ベースボールは金になるわ。金になる、間違いない。俺もこれで一発当てるわ。これでこのベースボールカード2ドル化けるわ。$200に負けない。ファインもらってな。そう、オッケーオッケー。とりあえず当ててその人のサインもらうわ。例えば1個買います。オッケー。カード買いましたんでこれで当てるから、ちょっと YouTuber っぽくね、カード開封なんかやりたかったから。下にいいやつがあるのがある。関係ない。下来た。オッケー。ほら、次、これ。おーおーって感じで。当たりはな、うん、選手のバットの破片とか、ユニフォームの切れ端とかが縫い付けられてるカード。へぇ、これ。おぉ。うん。うん。しまだ4個残ってるから。うん。はい。うん。これ。うん。うん。で、最後。点。はい、はい、じゃあこれ査定だけしてもらっていいですか。売りね、売りね。1枚5セント。カリフォルニア、ルートドワイ。 OK、 昼飯はワッタバーガーに来ました。ここのハンバーガー屋さんはね、カリフォルニアにはない、まあ、有名なハンバーガーチェーン店ですね。どんなハンバーガーがあるのかはよく分かってない。来ました。こちらハンバーガーパティメルト。激しいね。あー、もう野菜が全くないもん。うん、何ちゃうんだ。ダブルワタバーガー全トッピング。どう、イナウトの方がうまいな。キャビットの方がうまい。ハニーバター、ディップソース。あー、こういうのつけたい。ポテトにつけて。うん、うん、甘っ。デザートっぽくなるね。カメラ目線がすごいから。カメチョク、行こうか。キャロスのルートワイ。事件が、事件が、事件起こったよ。聞いた？聞いた。ドーンって落として、バーンバーンって、
腰が割れました。どういうこと？撃たれたんかな。おもちゃの銃で撃たれたのこれ。小石撃たれた。撃たれたんじゃない、なんか遊びで。遊びでよかったね、生きとって。あの22口径のちっちゃいやつで撃たれたと思う。あー、降りてみてチェックな。これどういうこと？誰取るわ銃で。22口径やろこのちっちゃさ。はぁ、来ましたね、近いね。ホームラン打ってほしいね。まあ痛いね。おお。というわけで大谷君はヒット1本。我々は、まあ、見えただけで、また OC のエンジェルススタジアムで応援していきましょう。それでは。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram, and we hope to see you back again soon.